皆さんこんにちは。今回は木更津市で進めているオーガニックな街づくりについて説明していきたいと思います。今現在日本では少子高齢化や経済の停滞など様々な課題を抱えており、これまでの社会経済システムが行き詰まりを見せています。木更津市も人口は増えているものの同様の課題を持っており、持続可能性について考えていかなければならない状況です。そこで木更津市を持続可能な街にしていくために進めていく理念としてオーガニックな街づくりを掲げました。まずオーガニックって聞くとどんなイメージを持たれるでしょうか。普段生活している中で聞くオーガニックは、オーガニック野菜やコスメ、オーガニック食品など農薬を使用しないとか健康にいいとか、そんなイメージを持たれるのではないでしょうか。本市で使用しているオーガニックはこれだけを意味しているのではありません。オーガニックを日本語にすると有機の、有機的な、臓器の、本質的な、などという言葉に訳されます。ここでさらに最初に出てくる有機という言葉はどういう意味を持つのでしょうか。有機という言葉を辞書で調べると、生物体のように全体を構成している各部分が機能を持ちながら互いに密接な統一と関連を持っている様子のことと記されています。これだと何を言ってるのか全く分かりませんが、例えば人間の体のように手や足、各臓器などそれぞれが機能を持ち役割を果たしながら互いにつながり支え合っている様子です。昔の医学では人間の体は脳が司令塔となり各部分に信号を送り機能していると言われていましたが、最近の研究では各臓器が脳や他の臓器に指令を出し合い全体として機能しているということが分かってきたそうです。言い換えますと、体の仕組みは脳による中央集権型ではなく脳を含めた各臓器による自律分散型ということです。このように有機という言葉は人間を含めた生物の体の仕組みのことを意味しています。それでは有機という言葉を生物体ではなく街に当てはめてみたいと思います。有機的な街を仮に定義してみますと、街を構成する多様な主体が役割を果たしながら互いにつながり支え合い街を形成することになります。例えば車に乗れないお年寄りが病院や買い物に行きたいと言った時に、家族や近所の方が車で目的地まで連れて行ってくれる、困っている人がいたら支え合う、それが有機的な街の基礎だと思います。当たり前のことだと思われるこのような話も、近頃人のつながりが希薄化し少なくなってきているのが現状です。そういったつながりを強く太くしていくことが持続可能な街につながっていくと考えます。このように本市で進めているオーガニックの街づくりは、この有機という言葉の持つ本来の意味を街づくりに当てはめています。そして各主体が役割を果たしていくという自立、互いにつながり支え合う循環と共生の3つを街づくりの重要な視点として整理しています。まず自立は市民一人一人が健康であること、そして一人一人が地域や社会環境に配慮し当事者として主体的に行動していくことです。循環は人の知恵、地域資源、エネルギーなど様々なものを巡らせ街を持続させていくことです。再生可能エネルギーの使用やリサイクルを推進していくこと、また経済の域内循環を進めるアクアコインを使用することもその一つです。共生は自然や社会とのつながりを大切に生きることです。自然に生かされていることを感じ、木更津の干潟や里山を守っていくこと、また社会の中では性別や立場の違いを認め合いお互いに支え合って生きていくことです。このように本市で進めるオーガニックの街づくりは、この自立、循環、共生の視点を大切にしながら共に暮らしていくということです。木更津市ではこの考え方を平成28年12月に通称オーガニックな街づくり条例という条例にまとめました。そして木更津市の考えるオーガニックを定義づけし、持続可能な街を形成するため各分野で取り組みの推進を行っています。このように自立、循環、共生の3つの視点を持ち、市民をはじめ企業や団体、行政など多様な主体が自ら行動していくことが様々な社会課題の解決の糸口となり、木更津市を未来につなげていくことができると考えています。今後もこのオーガニックな街づくりを皆さんと一緒に推進していきたいと思いますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。